ビームライフル7発か。劇中だと確かね、15発しか入んなくて。そこ見える、見える、見えるぞ。うおまだ帰れるとこがあるんだ。あ、へっ、2発。たった2発で撃破だと。これが、戦い。なんだ？あ、コアファイター。ガンタン君、ウルト食らいましたね。リュウさん、リュウさんに殺される。はい、どうも皆様、こんにちは。グリードです。今回は、本日からサービスが開始したガンダムエボリューションをやっていきたいと思います。まあ皆さんご存知の通り、ガンダムの FPS になります。で、私は、コールオブデューティーというゲームでもう15年以上、まあ、パッドの方なんですけど、コントローラーの方で僕はプレイしてるんですけど、このゲームは現在 PC 版のみということで、一応コントローラー繋げられるけど、エイムアシストないんですよね。で、まあ、ちょっと、マウスとキーボードで頑張りたいと思います。そして僕はね、もうめちゃくちゃガンオタです。もうちっちゃい頃からね、お父さんにファーストの劇場版をね、見せられてから、もう僕今27歳ですけど、実家はガンプラだらけで、まあ最近またガンプラ熱が、復活してるところです。まあとりあえずね、最初ということでガンダムで行きましょう。まあどんなピック構成が、ね、メタなのかまだみんなわかんないと思うし。ああ、このガンダムなんか、黄色のダクト部分がちょっと前に出てるパターンのやつがあんまり好きじゃないやつ。まあ、マスターグレーンのバージョン1よりはまだいいかもしれない。あ、でも肩がな、ちょっとだいぶ斜めっすね、ここ。ここもうちょっと平らな方が好きなんですけど。あ、アムロ、行きまーす。アムロ、行きまーす。劇中で1回しか行ってないっていうのは有名ですよね。ビームライフル7発か。劇中だと確かね、15発しか入んなくて、で、リロードできないんですよ。でもね、劇中でアムロはね、何体もそれで倒してたから、まあ、ほぼ外してないってことですね。で、次のね、W83 からね、結構ビームライフが連射できるような描写があって、ゼータガンダムからエネルギーのやつ、パックでリロードできるようになってるんですよね、マーク2とかね。さあ、行くぞ。あ、ハヤト！どっちだ？リュウさんか？どっちだ？ジム。前出すぎだぞ。かなり削れたけど、なんか左にいる。ガンダム。あ、こっちは道がない。じゃ、これどういうルールなんだ。誰も味方がいないじゃないか、これ。あ、結構難しい、これ。これ結構当てないといけない。しっかりヘッショ狙わないといけないタイプの。バルバトス来た、バルバトス来た。あ、でも僕は圧倒的に宇宙世紀派です。宇宙世紀派だけど、最近のガンダムも、新しい子たちにとっては面白いと思う。新しい子たちが入るガンダムになってると思います。新しい時代を作るのは老人ではない。いや、バルバトス強えな。シールド F か。シールド F、 こっちの連携がちょっとバラバラだ。今シールド捨てた。まあアムロはシールド結構捨てるからな。 OK、 カットしていく。これ地点 C 地点を制圧しないといけない。で、これガンダムハンマー結構これ難しいぞ、ガンダムハンマー当てんの。オッケー。4連続キル。うわバルバトス、ちょっと、で、このエリアすごく狭いな。ガンダムだとちょっと難しいな。まあ、プレイしてみた感じ、ガンダムは結構中距離の射撃援護の機体かな。一応ハンマーで近距離もできるけど、だね。初心者は多分ね、マガジン、マシンガン系がいいと思うね、これ。プレイした感じ。ガンダムはね、しっかり狙わないといけないわ、これ。ヘッシュ入った。くそ。ごちゃごちゃしてて、どれが、ザクやった。あのバルバトスは手負いだぞ。オッケー！いいハンマー決まる。ガンダムだと。ヘッドショット、いいですね。ぞ、単位がおる。シールド大体前線上げて、ガンダムハンマーちょっと回復が欲しい。これ回復どうするんだろう。ヒーラーみたいなのはいるのかな。待って、後ろ捉えてる。バルバトスだ。オッケー、うますぎー。これ格殺入れないといけないのかな。オッケー、狙い撃つぜ。ちょ、これ違うの出ちゃったね。そこ見える、見える、見えるぞ。うおお見えるよ、ララ。ああ、まずい。前出すぎだ。
前で過ぎた。ここでシールド、シールド。生きてる。生きてるぞ。まだ帰れるとこがあるんだ。こんなに嬉しいことはない。あ、これなんか、こう、目引かれそうだな、今日の動画。大丈夫かな？やった！え、強すぎないか？ま、普段コントローラープレイヤーとは思えない。なんだあの、ガンタンクの動きは。制圧しようって、どこですか？そこ。狙い撃つぜ。あ、だから違うの出ちゃうな、なんか。ダメだな。ちなみに一番好きなキャラクターはランバラルですね。やっぱり、男のね、キャラクターが好きですね。ランバラ、ノリス大佐も好きだけど、やっぱグフが好きかもしれないですね。でもグフ今回ないよな。絶対グフカスとか来てほしい。うますぎー、ヘッドショット。すごいな、この作品。もう、ごちゃごちゃだ。いいぞ、でもこっち連携がものすごくいい。おっ、ビームライフルを捨てるだと？まあ、アムロは言ったことじゃないな。アムロすぐ捨てるからな。なんでも、あ、クソM。明らかにこれ感度が合ってない気がしますね、僕。早すぎる。え、ドムだけど、これシードの方のドムだ。なんか、敵ちょっともう諦めかけてないか？脱出しろ、ハヤト。リュウさんかもしれないけど。これね、このガンダムジャンプできないんだよな。なんか急に上手くなっちゃった。あ、へっ、2発。たった2発で撃破だと。これが、戦い。このまま押し切るぞ。もうウルト使っちゃう、そこに。当たれー、当たってる、うますぎー。シャアが、シャアがなんか落ち込んでる、そこで。ちょっと鼻水出てきた。ちょっとね、明らかに、コントローラーじゃねえ。感度めちゃくちゃ高い気がするんだよな。もっと下げてみよう。あ、もうこれで、60でも早いな、なんか。自分大丈夫か？まあ、ズゴックはいないからな。刺されないとは思うけど。ちょっとここ位置明らかに不利だ。しっかり距離を取って。回復ありがとう。これ上取った方がいいな。これ間違いなく。射撃キャラだしな。ハヤト！オッケー、撃破！シャア！シャア！共に戦った男が、なんで隕石落としなど。おお、なんとー！オッケー、3キル。ハヤト帰ってくるの早いな。あれは耐えか。あそこはまずそう。いや、いいダメージ出る。ほぼスナイパーみたいなもんだな。あれ？なんだこのザコは。なんだこのザコは。距離取ってしっかりヘッドショット狙う。シャア！シャーズ号あたり一応人気だから来そうですよね。いや、ほんと癖強だな、今回のキャラ。狙い撃つぜ。あ、出ちゃうな。なんで出ちゃうんだろう。あ、難しい。これサイドボタンとかにした。あ、うわ、シャアにだけはやれたくない。あ、いや、なんか勝っちゃった。なんか勝っちゃった。それはまずい、勝っちゃ。そこ当たれ。ラストシューティングっぽいよね、これ。できれば上にめがけてこう、打ってほしかったな。ラストシューティングっぽく。次、B 地点になりました。アンロック。これ、裏取ったはず。オッケー。これ、スナイパー系だな。じゃあ、ペールライダーか？てるるるん。後ろ見える！見えるけど当たらない。近い。明らかに近い。なんだ？あ、コアファイター。ガンタンクのウルト食らいましたね。リュウさん！リュウさんに殺される！なんてゲームなんだ。ひどすぎる。リュウさんのコアファイターを僕が食らうだと？どうかしてるぜ。敵どこ？敵どこ？これ、こっちか。うわー、月光町である。
まずい。後ろもなんか足音聞こえんでな。そう、は、リュウさん、リュウさんだったな。パイロット多分。ハヤトリュウさんかもしれん。ははは。なんか、なんだこの気持ち。ガンダムでガンタンクを倒す。なんだこの気持ちは。A、目標 A。ここ敵陣じゃね？目標 A 制圧。戦いは数だよ。あー待って、これ。ちょっとさすがに位置がむずいか。やっぱ上取った方が強いです、これ。このマップ。僕は。いいダメージ出るね。勝った？圧倒的じゃないか、ちょっと。すごい。こんなに、うまくガンダムを、うまくガンダムを使えるんだ。おー、かっちょいい！ MVP やって。28キル。これは多いのか少ないのかどうなんだわからない。全然エイム下手くそやったけど。もう、マウス、明らかに感度が合っていない。というわけで、お疲れ様でした。めちゃくちゃ楽しいです。まあ、ガンダムファンはぜひ、あと、ガンダム知らない人も全然、楽しめる作品になってるのかなと思いました。というわけで、お疲れ様でした。ガンエボのね、動画もっと見たいよって方は、ぜひ、グッドボタン、コメントをぜひよろしくお願いします。というわけで、お疲れ様でした。Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on.